はい、ビギナー、音がね、うまく取れてるかどうかは本当に心配です。それは響くのっていうのもあるし、ブスブスって鳴る時があって、爆弾の時前そうやったんやけど、それも本当にショック。それでどうしようかなと思って、ピクミンを僕はパソコンで撮るのか、今までの機材で撮るのか、今までの機材の優秀さを振り返りながらも、パソコンも映像がいいなとか思いながら、こちらのビギナーを雑談しながら初見でやっていきたいと思いますけど、初見って言いながらこれね、今僕、ナイトライダーはやったし、昼一回やってきたんですよ、僕。今まで気づいたことのない近道を二つぐらい見つけたんやけど。これすげえ収穫だね。やっぱり一回昼やるべきかな。すげえ収穫です、これ。これによって僕はまた世界記録を狙える可能性が出てきてます。ただ明日からマリオ35周年です。明後日から。日付的には明日から。ちょっと待って、めっちゃ下手やん、夜になった瞬間から。ちょっと待ってね、21回転びなんで一応まああれなんですけど、なんでやろな、ジェロニモで走ったことなかったのかな俺。まずね、まあデイリーですと、ここはこう飛ぶっていうのは多分やってなかったけど、こんなもんじゃないんですよね。さっき言ってたのはなんかね、まあゆっくり行きますけど、今はまだこれ練習なんで。ちょっとね、ここや、ここ。ここの盾は、これは知らんかった。この盾ってさ、この盾の概念ってさ、あ、まだ下か。盾の概念って最終ステージにあったんですよ。盾の概念ってね、でもこれ見てくれてる人ならわかるでしょ、ビオラさんとかなら。縦の概念。これジェロニモじゃな、ジェロニモもう持ってた気するけどな、砂漠まで来たら。で、ここに急に出れるっていうね。めちゃくちゃ早いよ、多分こんな。で、これが2個目で、3個目はちょっと1個前のナイトライダーでもちょっと見つけ始めてたと思うんですけど、わぁ、どこやこれ見えん。おぉ、見えねえよ。見えねえけど、いけるのはジェロニモだけど、ほら、マンスリーベストって出てるね。余裕でマンスリーベストやもん、これ。どんどん人口少ねって。で、1個前の世界記録なんてさ、一緒にこの語ってるモメンコさんとワンツーやけど、モメンコさんしか知らない近道もまだあるみたいで、足したらどんだけ狭い世界やねんっていうことなんですけども、21回記録、クラッシュだけちょっと守りながら攻めたいと思いますけど、ここも世界記録持ってるのはモメンコさんですよね。僕このね、なんやろ、多分、苦手な、フリーライダーの方が得意じゃないけど、狙いやすい僕は。この、チェックポイントがあるやつの世界記録はモメンコさんに勝てねえんすよね、なんか。譲りますわ。勝てねえから。上から言うやついるやろ。でここの下も降りれるけど、それは多分遅いと僕は思ってるんですよね。ここはこっちから飛ばなあかんとは思ってるけど、どっちかな。その辺は世界記録狙う時に試していきたいと思います。下行くとなんか遠回りのような気はしてますけど、ここは下行けるところはできるだけ下に行きたくはなるけどね、このゲーム。なんかこっちの近いっしょ。ジェロニモなら余裕なはず。OK。マンスリーベスト。で、こっから、あ、こっからじゃない。ここはコンビニ。うわぁ、難しい。難しくねって。パソコンでやってるで見やすいもん。ちなみに音響いてるって言われたのもショックですけど、僕もそう思ってて、知的がすげえ嬉しかったのと、マンスリーだらけやな。これ世界行ったかもしれんな。もしマンスリーじゃなければ。ここね、こっち行けるんて。これ行けたんですよ、さっき。7回しか転んでないで1回チャレンジしていい。あと、マイクの向こう側に僕は干渉剤じゃない、吸音剤を買ってしまいました、今日つい。でも届くのは明後日なんで、今は布団で試してます。布団で試したからうまくいきそうやったから吸音剤買ったんですけど。結局さ、竹マイク買ったのと一緒になってるんやけど。まあいろいろ悩みは尽きないところですけど、一つ一つ改善していきたいと思います。こう。お！お、いったんじゃないこれ。あ、でもデイリーベストにしかならねえ。
勝てねえわ。6位やわ。はい、見りゃ分かるやん、誰でも。6位や。こっから直接リーダーボードいけるって、あ、本当やばいや。すいません、それも教えてもらいました、もめんこさんに、この1位の。いや、13秒、17秒差か。17秒差か。じゃあ俺がすげえ興奮してたさ、ここ縦の概念とか言ってたところなんて、もめんこさんに当たり前なんか。もめんこさんまた2と7秒も差ついてるやん、すげえな。でもありがとうございます。ほんと嬉しいですよ、もめんこさん。ありがとうね。失礼します。ありがとうございました。